さあということで音語り今週もスタートしました。哲也です。佐藤光大です。はい、はい、あやっぱりね、いやいつもよりパッと見た時元気な表情なんだろうなと思ったらやっぱりテンション高いですね。女性ゲストの時いつもそういじるのやめてもらっていいですか。髪の巻き具合も気合入ってるし、ね、いつもなんかうわーすみたいな感じで来てメイクしてるのに。ひどいね。紹介しましょう、はい、Easy Family からドリーム亜美さん、そして鷲尾玲奈さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。これ実はですね、はい、番組最多4回目のご出演ということになります。ありがとうございます。うわ嬉しい。何が一番嬉しいって、鷲尾玲奈さんが、まあ、先にこの会場というかに入られて、はい、あって気づいてくださって、もちろんです。これ一番この仕事やっててテンション上がるよね。嬉しい。私は2度目だった。そうですね、はいはい、ダーツ以来。いや、アミさんも2度目なんですけど、はい、私は もちろん今ちょっと言葉にするともちろんでした。結構前ですか。でも結構前ですよ、2年ぐらい前。いやでも全然超覚えてます。場所も覚えてますよ。なんか謎のエレベーターに乗る場所だった。おそうだ、すごい覚えていただいた。すごいなんか怖いエレベーターで、うん、知ってる？え、前行ったとこそこ違いますよ。毎回違うのね。毎回違うんだ。そう、なんか暗くて隠しエレベーターみたいなところで、ちょっと隠し部屋みたいなところで、ちょっとやらしい感じのお店で、いややっぱ広大がいつも行ってるお店だからか。で帽子かぶられてて、はいはいはい、めっちゃ覚えてますよ。あ、いや嬉しい。めっちゃ覚えてる。はい、私も覚えてますよ。まあということで、今回 Easy Family としてお二人を紹介させていただいたんですが、はい、これなんでかっていうと、うん、Easy Family でツアーがあるからなんですよ。はい、そういうことです。ね、はい、で実はそのツアーのキックオフソングというのが、はい、まあ、配信がスタートされているわけなんですけれども、はい、これ亜美さんなんかこう、はい、珍しい形ですよね。ツアーのスタートを記念した曲をドンと出したっていうような。そうですね、うん、ツアーを盛り上げるべく、うん、各グループがもう1週間ごとずれて、うん、5週連続で各グループ配信していくっていう企画だったんですけど、はいはいはい、そうなるとやっぱり曲の制作の打ち合わせっていうのも、はい、まあ、ツアーありきというか、じゃあツアーでこうとか、例えばなんかそういうイメージで打ち合わせをしていくような形なんですか。多分各グループ、うん、バラバラですね、その曲の決め方は。イガールズとかは、うん、結構イガールズだけはもう年明け前、うん、2018年の年末にもう出してたりもしたし、うん、ああ、はいはいはい、うん、はい、なんかそれぞれの思いで、それぞれですね、そのツアーに向けて作った曲って感じですね。なるほど、うん、まあ、鷲尾玲奈さんは E-Girls でもあり、はい、フラワーでもありということで、はい、当然 E-Girls 名義のナンバー Easy Energy、はい、でフラワー名義のナンバー紅のドレス、2曲出ているわけなんですけれども、これ制作はいかがでしたか。そうですね、でも E-Girls の方はやっぱこうここから勢いづけていくためにも、それこそ Easy Energy っていう曲なんですけど、うん、ほんとライブのなんだろうな盛り上げパートに、ね、うん、これがハマればいいなっていう思いもあったりとかするような曲ですね。フラワーは、まあ、1年半ぶりの活動だったんですよ、フラワーとしては、はいはい、なので、まあ、今までこうやってきたような世界観プラスアルファでこう成長して自分たちを見てもらえるような作品をなんか作ろうってなって、フラワーメンバーはすごい思い入れが強い楽曲になりますね。なるほど、はい、まあ、E-Girls の Easy Energy に関してはなんかこう冒頭の部分のRock You っていうところとかでなんかツアーでドーンなるのかなとか、スタートするのかな、すごいいろいろ妄想が引き立てられる。どうでしょうね。どうなんでしょうね。どうでしょうね。でも盛り上げパートには絶対欠かせない曲だと思いますよ、うん、僕逆にすごく思ったのはこの切り替えって大変なんじゃないかなと思って、鷲尾さん特にやっぱボーカリストじゃないですか。だから確かになんかこういうなんだろうダンスミュージックは E-Girls になって初めての経験というか、それこそこの E-Girls の活動をやっていく中で身につけたものというか、やっぱ最初は大変だった。全然もうできなかった。歌いながら踊るってこともできなかったですし、うん、なんかそういう曲を歌うっていうのもすごい
苦労してました、うん、いやだから音源としてはこうセパレートしてても全然あれなんですけど、ツアーとなるとまた生で切り替えなきゃいけないですか、うん、そうだよね。だからそこは逆にツアーじゃないと味わえない部分ですよね、うん、逆に楽しいですけどね、うん、全く違う自分を表現できるのが、そこ注目したらまたさらにこうツアーライブが楽しくなるんじゃないかなって個人的に思いましたし、あと紅のドレスなんですけど、はいはい、これ映像いいですよ ね、 いいよね。本当ですか、めちゃめちゃいい、ありがとうございます。かっこいい、ちょっとこう官能的な、ね、部分もありつつ、そうです、ね、うん、いろいろな和を含めた、ね、まあ、音楽の魅力の融合っていうのも、曲自体もめちゃめちゃ難しいですね。難しいですね、サビ難しくないです。いや、なんかどんなメロディー構成だと思う、ね、メロディーはすごい力強いんだけど、なんかこうか弱くというか、そうです、ね、あえてか細く歌わなきゃなんない感じのなんかメロディーラインですよ ね、 なんか似合わないんですよね、激しく歌っちゃうと。私休憩場所がないんですよ、ない曲、うんうん、で言葉数が多くてメロディー あの階段も多い曲なんで、ずっと頭からケツまでもう歌いっぱなしで、ブレス大変だろうな。いやもう細かく聞いていただいて、いや本当これでもカラオケとかでうまく歌えるようになったらすごいと思います。あ、でも気持ちいいと思います、なんか慣れたら気持ちいいかなって、うん、でも本当なんか歌詞とかもなんだろう、まあ恋愛ソングではあるんですけど、本当日本のそれこそ昔のなんか女性の恋愛観、うん、それこそなんだろうな、吉原炎上のような、あ、はいはい、うん、なんか映画を連想できるような、 なんか和歌が入ってたりとかでメロにするので、本当作品として今回は制作したの で、 で、ね、なんか楽しんでもらえるかなと思います。映像含め結構映像で真汐さんがカメラをちょっとこう舐める、舐める、言い方がすいません、この表現が合ってるか多分間違ってる表現だと思うんですけど、いやこれってご自分で見てどんな感じなんですか？ OK ラインとか難しくないです？まあ、当然監督さんが最終的にはねジャッジをすると思うんですけど、そうですね、でもなんかもうなんだろう、その MV の撮影の時ももうそういう空気感だったんですよね、はいはいはい、全部が、はい、なんかセットもそうだし衣装もそうだし、あと曲もそうだしっていう感じで、なんかどういうものになるかっていうのは、まあ、見てみてわっと思ったんですけど、でも美しく 作っていただいて、なるほどなるほど、ちょっとあれはね、じっくりチェックしていただきたいなというね。嬉しいですね。そうですね。あなたはパートナーとして、すごくなる時も、辞める時も、売る時も、買う時も。売る時も、買う時も。売る時も、買う時も、中古車のことならカーズワン。大切なのは歩み続けること。あらゆるライフスタイルに充実したサポートを。月サムから世界へ TCS インターナショナル。それちょっと楽しくします、ひまわり。懐かしい青春時代の記憶がよみがえる、道内唯一のガーツバンドライブパブエスプレッシュード、サイバーシティビル4階。さあ、そしてドリームアミさんなんですけれども、はい、グッドグッバイというナンバーでございまして、はい、これは最初この曲に出会った時っていうのはなんかこうどういう曲だなっていう、なんかこうイメージっていうのはどういうふうに持たれましたか？イメージはなんか自分が今まで歌ってきた、こうソロで歌ってきた曲の中にはない、あのリズムの取り方だなとか、うん、なんか最初はあまりピンとこなかったです正直、はい、なんか何曲かデモがある中で、はいはいはい、なんかその、まあ、レコード会社の方たちがもうみんなこぞってこれがいいと思うって言ってたんで、はいはいはい、なんか自分は違う曲の方がいいのかなって最初は思ってたんですけど、はい、まあ、そのレコード会社の方がそんなみんな声揃えて言うんだったら、はいはい、これなのかなと思って安部さん、和やかな雰囲気で実はすごい生々しい話を大丈夫ですか？確かに雰囲気は和やかだけど、すごいな、まじかし。でもそういう出会い方あるんですよ。でも最終的にこれが出ているってことは、はい、やっぱり時間をかけて当然、あ、そうです、私ももちろん、はい、あのこれはこれで全然
確かにありだなっては思いましたし、まあ、違う表現ができるのかもっていう意味ではなんか自分のまた新たなこう引き出しを作るチャンスにもなるのかなっていうふうにも思いましたし、はいはい、なんかでも春っぽいっすよね。そうですね、うん、雰囲気メロディーとか、はい、ゆったりしてて、うん、あの歌詞も今回も自分で書いたんですけど、はい、あの季節のこともあり季節も3月ですし、うん、卒業ソングがいいんじゃないかなと思って、はいはい、まあ、卒業だったりこう誰かとの別れだったりとかっていうのをこうテーマに、でも曲自体は明るいので、はい、なんかそれを明るくポジティブに書けたらいいなと思って、タイムマシン、タイムマシン、はい、に乗って乗って会いに行きます。会いにしてください会いに行きます突如歌詞を言うっていう、はい、なんか素敵な国語僕すごい印象的な歌詞の部分だったんで、なんかアミちゃんらしくて可愛らしいなんかこう春っぽい楽曲になってるなと思って、ありがとうございます。いや実は今日もあのお二方がいらっしゃる前に、はい、このグッドグッバイのプロモーションビデオで、はい、実はもうアミさんが七変化していて、はい、あれパターンとしては6名パターンあります。どうもアミさんだ、はい、お前はどうなんだと。そうですね、どのドリームアミなんだと盛り上がりまして、全部キャラ違いますからね。どのアミさんに見せられたんだお前はと目が釘付けになったんだと。これちなみに、はい、ご本人がどれが一番、ちょっとまずそれ聞いてみたいですね。私はご本人がどのドリームアミだどうしたの、ね、うるせえありがたいけどそうですね、はい、なんかでもね難しいんですけど難しいな、どうしよう。いやこれね選ぶのはちょっと大変なんですけど、はい、あの個人的には、はい、私緑があんまり好きじゃないんですよ。おう緑の服とかって本当今まであんまり着なかったりとか、普段はプライベートでは着ない、はいはい、緑ってなんか好きじゃなかったんですけど、はいはいはい、今回のミュージックビデオの中ではあの緑の人が、うん、なんか私的には一番いいなと思いました。一緒です。いや、ひざひざ、はい、メガネしてちょっと真面目風なんですよ。そうそうそう、で表情もちょっとなんかね、はい、そのなんだろうな、ノスタルジーな表情してるんですよ。だからアンニュイな表情というか、うでこう弾いてて、この手がまたすごい可愛いめっちゃ適当ですよ。いや、これ本気なんです本気、こう本気で議論しました。 この感じがいい、めちゃめちゃ可愛い。そこまでは見れてなかった。男の人は普通にキュンとなるポイント。本当ですか。なんかこう女の子らしい。何が違うの。なんかこうガチガチ弾いてる感じじゃなくて、うん、こうなんかゆったり弾いてるこのルーズ感が女性らしくて、あの車に寄りかかってこうやってんだけど、はい、それがまたなんか守りたくなる感じのか弱さも演出されていまして、これ野呂さん、いいな、ね、野呂さんマネージャーの名前をだから定着してる感じで言うんじゃない野呂さんも緑ですもんね。あ、はい、我々緑派で、もともとあなたも緑かなみたいな。いや俺もダントツで緑だった。そう、 そうなんだ。でもまあちょっと緑って言うから、番組中に被ったらちょっとあれだっていうから、僕は他って考えた時にやっぱりあのイエローの衣装で、うん、あの赤いヘアバンド、ヘアバンね、はい、ヘアバンドがこんなに似合うアーティストはいません。います、間違いない。もっと他にいます。似合ってます。似合ってた。似合ってます。赤いね。あれは最後につけたんですよ。本当はつける予定なくてヘアバンドは、はいはい、でもなんか直前になんかヘアバンドつけようかって言ってつけた。あ、そういうこともあるんですね。うん、それが良かったんです。でもピンクのお団子も可愛い。あ、全部可愛い。捨てられないね。デートでってなった時はちょっとあの青い衣装でね、うん、そうそうちょっとあの CA さんっぽいね、そうだね、感じで来てほしいなっていうのもあるし、黒髪も可愛い。可愛いんだよ。あとはパッツンのやつも可愛い。いやもう結局全部なんだよな。全部可愛い。結局全部なんですよ。すいません、そんなみたいな。ありがとうございます。男子はこうね、みんなでどれいいみたいな感じで、そうですね、お前はどれなんだっていうね。そうそうそう、これをぜひちょっとやっぱり、確かにみんなやりそうやってほしい。でもどうですか、うん、あの前までは例えば e-girls としてプロモーションビデオの撮影に挑まれていた、はい、今はドリーマミソロでプロモーションビデオとかの撮影で、うん、レコーディングとかに挑んでいるっていう、やっぱりいろいろ違いとかはありますよね、はい、そうですね、違いもちろんありますね、うんうん、なんかやっぱりソロの方は自分主体で全部が決まっていくので、はい、なんかその分こうやりがいも感じる分、やっぱ責任重大というか、うん、なんか良くなっても悪くなっても全部自分のせいなんで、
こうグループだとちょっと自分があちょっとこれうまくいってないなとかっていうカットだったりできればもう一回撮りたいな、もう一回撮りたいなとか、例えばちょっと髪型もしかしたらこれじゃなくてちょっと違うパターンも試してみたいなとかあるんですよ、うん、はいはいはい、でもそういうのはもうグループだと 100% 絶対できないんですけど、みんなで動いてるんで、まあそうですよね、でもソロだとそういうのがちょっとできたりしちゃうんで、はい、そこじゃあ今回もそういうちょっと途中からヘアバンドとか、はい、そういういろいろ試行錯誤ができたという直前で、できますね、できますというか、うん、はい、ちょっと悩んだ時にメイク室で悩んだ時にじゃあこれで一回撮ってみて、うんうん、もしあれだったら変えようよみたいな感じで始めれたりとかしますね、そこはだからとことんこう追求できるというかところはいいなとソロでは思いますけど、でその分時間がたっぷりあるそうですね、もう本当にイーガールズとかはもうやばいよね、うん、もう詰め込み詰め込みですね、撮影のスケジュールがやっぱり当然タイトですよね、一人のシーンがやっぱ少ないというか、はいはいはい、なんかパッと終わって、はい、次だからなんか待ち時間が多いです、あすごく、あ本当に午前中に終わったら次は夜の22時からとか、うん、そういうことがよくあります。さあツアーのお話を、はい、伺ってまいりたいと思いますが、はい、5月の17と18ですね、うん、はい、2days、北海道で開催になるわけなんですけれども、まあ、まずちょっとツアーへの意気込みをねまず伺っていきたいと思いますけれども、はい、亜美さん、そうですね、やっぱり久しぶりにイージーファミリーみんなでこうステージに立てるっていうのは私もすごく楽しみにしてましたし、でも今もう絶賛リハーサルもやってまして、はい、もう今の段階でこれは間違いなく楽しんでもらえるんじゃないかっていう自信は あるので、もうあとはこう精度を上げていって自分たちもいかに楽しめるかかなとは思ってますね、うん、イージーファミリーのツアーですからね、はい、本当にイーガールズも登場する、フラワーも登場する、うん、はい、でドリームアミさんも登場する、どういう順番で ね確かに構成されてるのかがもうそれによって多分表情も全然変わるだろうし、あこの質問じゃさすがにセットリスト教えてくれないですよ ね教えないです出てくるわけがないですよね、ちょっと言ってくれるかなってちょっと思ったんですけど、まあでも1曲目はイージーエナジー、ああ予想しますか、あるんじゃないかな、でもある意味意外かもですね、全体的にこう、順番もそうですし、セットリストとかも、はい、なんかいい意味で意外かもしれないです、でもきっと皆さんの期待していただいてる部分は抑えれてる気もするし、うん、なるほど全然いい感じで、はいはいはい、鷲尾さんにも興味を伺いたいと思いますが、はい、そうですね、なんだろうな、でもやっぱ新しいです、リハーサル見てて思うんですけど、うん、新しい、なんかやっぱ一つのライブを6組で作り上げるっていうのがやっぱ新しいことなので、はいはい、なんか本当にいろんな見せ方があるなって、何をやっても正解になるなってすごい思うので、なんか見てくださってる方が一番楽しんでいただけるっていうのを第一に考えてはいるんですけど、楽しみ、ちょっとアーティスト目線でどうですか、はい、こうツアーへの準備とかそういった部分で広大的になんか聞いてみたいことっていうのはありますか、もうやっぱ緊張してます、ツアーに向けて、あんまりしてないですね、まだするのかな、でも今回6組いて、あ そ, っか、でそれぞれリーダーがいて、はいはいはい、なんかそう役割分担がはっきりしてるんで、はっきりしてるから、なんかイーガールズのツアーとかだとやっぱ私がしっかりしなきゃってなるんですけど、うんうん、今回は先輩もいるし、なるほど、そっか、なんかあってもドリームアミが締めてくれるぞ、ね、ドリームアミがまとめてくれるぞ、はい、そんなんじゃない、私はもうついていきますって感じでももう体力作りとか、まあ、リハーサル含め行っている、そうですね、それぞれしてます、ね、はい、まあ、ツアーあるあるツアーあるあるかと思うんですけど、ツアー終わった後ってどうですか、体調崩しがちですか、終わった、それはね、コーナーは崩す、僕は崩しがちですね、緊張がほどけて、僕やっぱ一人なんで、はいはい、ソロだからもういろいろやっぱそのバンドのケアとかも含めて結構緊張がすごいんですよ、うん、で終わった途端やっぱ熱出ますね、ツアーが終わった後なんかあるのかな、そうなるみたいなって、あでもなんかそういう子いるよね、いるんだなんかメンバーに自分へのご褒美みたいな感じで、なるほど、なんか、まあ、ツアーなのか何かこう自分のタイミングで一つ大仕事が終えた後に、はいはい、ご褒美にあのブランドのあれをみたいなタイプのメンバーはいます、
なるほど。なんで半笑いで言うんですか。ちょっとケって思ってるんですか。いや、それすごいなと思って逆に。アリちゃんは何もしないですか。私はなんかそんな勇気ないんで、うん、できないけど、マシオさんもあんまりそういうのないよね。私は1日休みがあればいいなって。それでリセットできちゃう。寝たい1日まるまる。1日寝たい。寝たい。アミさんもそう変わんないんですか。私もあんまり変わんないですし、逆にこうツアー終わるとあの周りの人たちが休みなよみたいな感じになるんですよ。あ、その関係者の方々が、はい、うん、ちょっとなんか休み入れてあげようみたいな、よかれと思ってみたいな感じにしていただくんですけど、私はもう常に働いてたいし忙しくしてたいタイプなんで、すげえ、なんか逆にツアー終わると不安になっちゃう。まあまあでもそれは分かりますわ。そう、俺それ聞きたかった、うん、なんか全然アーティストじゃないですけど虚無感みたいなのなんかあるんですよ。虚無感ありそうですよね、はい、これだけ多くのファンと時間共有して、うん、パン終わった後のなんかみたいな。そうなんです。私これからど何すればいいんだろうとか、どこに向かっていけばいいんだろうみたいな。多分一回オフっちゃったらオン入れるのちょっと時間かかっちゃうかもしれない。そうですね、そのタイプです、はいはいはい、あるあるですわ。今回ちょっとなんか決めません、うん、じゃあ決めたいですね。ツアーが終わったらこれをやるっていうのを音語りだけに宣言していただけないものでしょうか。何やろう、はい、これをしますっていう。先輩方結構ツアーが終わったりとかするとちょっと海外旅行に行かれる方とかいらっしゃるんですよ。はいはいはい。なんかそのオンオフいいなって思ってて、うん、あずっと憧れだったんですけど、次ぐらいはそんなこともしてみたいなって。あ、いいじゃないですか。いいっすね、いいっすね。でも海外行くって言ったら、あ、じゃあ行ってきなよ、仕事入れないからって言われるのも嫌だなみたいな。あ、なるほど。あ、分かった。その時に仕事ずらす、分かった、うん、開けるからって言われるのが嫌なんですよ。嫌なんですよ。なんか写真と一緒に行けばいいじゃないか、写真撮りに。あ、そっか、撮影と合わせて。その写真どうしよう。え、例えば次のシングルの特典に使うとか。あ、それいい。確かに。あ、じゃあカメラマン連れてって、ね、この番組はひまわりと、なるほどね、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。これちょっといずれ我々が目撃するかもしれませんね。インスタチェックしておけばいいんじゃないですか。そうですね、アミさん海外にいる。あ、いつもチェックしてますんで。そわしおさんどうですか。休む。家でもうやっぱりそれに尽きるんですね。ちょっとじゃあ家での時間をいつもより特別にするとしたら何でしょうね。あ、いいね。家での時間ですか、はい、あ、お友達とか呼んでお疲れ様会したい。あ、だからなんかちょっとした、うん、なんかお疲れ様会みたいな。なるほどなるほど。あ、いいじゃないですか。休んでいいよって言われた分だけ休みたいです。しっかりそこは充電したいと。